神社の屋根なんかこんな感じで、確かそうです、うん、なんかヘルメットの形はいつものその上になんか V の形つけますね。よろしくお願いします。毎度です。今回はちょっといつもと違って、ケンさんが投稿してくれたカサっていうキャラクターで、これがあのアドバイスとしてもっと日本っぽくしたいんですけど、どうしたらいいですかっていう質問が来てるんですけど、新しいロボットのデザインしようとしていますね。私もあんまり詳しくないんですけど、日本のお家を日本改革というより、こういう場合はあの神社とかの祠を書いた方がそれっぽく見えるんじゃないですか、ね、ああそうですね。ロボットのデザインやりますか。そうですね。じゃあお願いします。はい、じゃあロボットを書く前に少し日本のお家をデザインします、はい。まあ、今見ている写真だと下の方がこういう風になっている。ひのりさんはこういうデザインしてる時になんか写真とか参考しながら描いてますか。あ、結構見ますよ。スライディングドア、まあ、障子や襖は日本独特のものですからね。そうですね。これは襖って言うんですか、あの玄関にあるもの、うん、あ、これは障子ですね。障子、薄い和紙が貼ってあるでしょ。ああ、やっぱそれが玄関だったらセキュリティが薄いか。まあ日本の家屋なんてそんなもんですよ、昔。ああ、そうね。忍者が入りやすい。忍者でなくても。まあ日本は安全なところで結構有名ですね。中華、ほら地震や火事で結構焼けてばかりだから、まあ、そうね。スクラップ&ビルドですよ。スクラップ&ビル。だから建物とかが燃えたり壊れたりしてまた建て直すの連続だったんですよ、この日本っていう国は。そうか、やっぱレンガで作ってもこういう地震とかあって、そうですね、ああじゃあ作り直しやすいもの、ね、なるほど。へえ。基本的にこういう棒があって、まあ棒じゃないんですけどね、それは。これ棒じゃないんですか。瓦ですよ。ああ、これはただ瓦のパーツですか。ええ、一枚一枚組み上げていくから。ああ、全部そういう形になってるからそう見える、ええ、こういう感じですかね。そうですね。で重ねてこういう屋根に、そう、雨が中に入らないように。まあ一応写真を見てこれを描いちゃったんですけど、うん、ちょっとデザイン変えたい、うん、はい、こんな感じです、うんうん、日本のお家作りました。これはこれは。よし、じゃあロボット描きます。はい、ロボット作るなら襖はここに入れる。瓦はいろんなところに入れるけど、特になんか肩の方に入れられそうかな。でこれを下にあるから足につける。よし、こういう風に描きます。ちょっと軽く人間ベースにします、うん、でここからロボットっぽくなる。あのいつもロボット描くときにマスクの形にする。はい、終わりました。お疲れ様です。お家っぽくできましたか、うん、胸が障子だとなんか弱そうっすよ。指あの舐めてプスってやったら穴開いちゃいますよ。ガラスの襖です。なるほど。はい、お願いします。はい、じゃあ少し煽りになってますね、うん、そうするとスケール感があるような絵になりますね。最初はロボットのベースパーツを作っておいて、うん、その後パーツをはめ込んでいけばいいんじゃないですかね、こういうのは、うん、まあ薄くプロポーションを取ったところで、はい、さて、なんかヘルメットの形はいつものその上になんか V の形つけますね。日本家屋にもこういう突起があるんですよね。あ、神社の屋根なんかだとこんな感じで、確かそうです、うん、
お、屋根みたいなパーツが現れました、うん、ここの出っ張りが結構よくありますね、まあ、たまにパイロットはそこに座っているんですよね、うん、そういうところ、まあ、だいたい上の方だけど、そうですね、だいたい頭か胸ですかね、そうね、なんか腰の方にそういう出っ張り入れるとなんか安定するような、そうですね、大きさになるのか、膝もそういう屋根の形になってます、うん、あれは何の形ですか、あ、お城の下の石垣、あ、石、あ、なんというパーツですかね、普通の鎧だと呼び方、ああ言い方ありますか、うん、日本風に言うとタレ、いいね、屋根の瓦、人が中に住めそうな形になっていて面白い、うん、下ももう困ったら変わら、うんうん、なんかトム・ハンクスがいる映画ビッグビルからロボットになるっていうおもちゃを作って、でトム・ハンクスがえ なんでビルになる、まあ、宇宙人が来て、もし日本の全部のお家がロボットになれたらいい隠しに なりますよね、うん、これアニメーションだったら描くの大変そうですね、うんうん、そうですねディテールがいっぱい入ってる、このロボットを変形したらなんか小さい町になりますね、うん、うん、どんなもんでしょうね、まあ、小さなお城1国分ぐらいになるんじゃないですか、うん、こんなもんすかね、すげえすごいね、でも結構ポンコツだな思ったよりディテールがいっぱい入ってますね、ありがとうございます、じゃあ比較タイムです、はい、まあ、最初のインスピレーションはこれでした、うん、こういう、まあ、瓦がついている日本っぽいなお家をロボットにした結果はケンさんがこんな感じ投稿してくれました、で私がやってみたメインポイントは瓦とかベランダとか障子窓と板壁とか、うん、でロボットにしてみるとこんな感じに謎に襖が一番大事なところに結構柔らかいパーツ、壊れやすいパーツを、うん、入れちゃいました、井上さんが描いてもらったのがこんな感じです、うん、なんかゴテゴテとそのいろいろつけちゃったな、変形したら街になれそうな形ですね、正直なんかランタンの形に似てて、うん、光りそうなパーツだと思いました、先にロボットの形をなんか決めてからパーツはめ込みましたね、うん、それの方がもっとまとまった形なロボットができました、うん、理由ですね、平らになっているパーツでこの板壁とか障子とか入れられて、なんか箱の上のところとか上に向いてる面、瓦のパーツとかでいいですね、うん、でその上に基本的にロボットだから面白いところがこういうよくなんかロボットの描き方なんというか、うん、真っ白な何もディテールが入ってないパーツだと、うん、なんかロボットっぽくないんですよね、なんかこういう線とか入れるともっとロボットっぽくなりますよね、あ、うん、あのガンプラ作ってでもあの溝にあの、ね、あの筋を入れて黒くするっていうのは、ね、そうね、仕上がりに違いが出てきますから、うん、いつもロボットを描くチャレンジだと気になるところですね、うん、こういう面のところに2つの線が描いてますね、うん、あの本当に直角だとなんか安っぽく見えちゃうから面取りをしてるんです、うーん、かっこいい、 iPhone のデザインとかでもそういう形になってますね、うん、斜めになってる面とか、じゃがいもも煮る前に面取りとかしないとかぼちゃとかあの煮崩れちゃうから、ああ、うん、そうね、そういうことも、
そういうことなんだ。ロボットを描くときに何か野菜を考えてください、うん、ということかな。まあ色塗るならね、あの日本家屋にあるような木の茶色とあと壁の白とかを塗っとけばそれっぽく見えますからね。あといろんな窓があって、なんとなくなんか人が入れそうな形ですごいいいですね、うん、ここにも障子、ここから入れるかな、うん、歩いて入って上がる形。ボーナスとしてこういうロボットはあのパイロットがいたらどういうところに座るんですかね、うん、やっぱ頭の中か、うん、もう胸でしょうね。そうね、一番危ないところ。注目してほしいところとかありますか、うんうん、ほら手とか頭はもう中からね飛び出てくるっていうギミックがお約束なんで、このパーツどっから出てきたんだっていうのはねあまり考えない。こういう手も、うん、あの中からスライドして出てくるよ、ね、なんとなく私の描いたロボットはこういうのはないから、うん、なんか寂しい感じですね、うん、あと他のロボットの動画にも多分こういう話してるんですけど、うん、こういう黒くするところとか、もうジョイント部分は黒く潰しときゃ任せるから。うん、うん、こういうところでも、うん、手首のところとか、ここを黒くするんならここですね。ああ、なるほどなるほど、うん、でここもお、こんな感じでパーツを少し見せてかっこいい、塗りつぶしちゃう。おお、まあこんな感じですかね。今回はディスコードアドバイスと絵描きチャレンジとちょっと混ざったんですけど、うんうん、ケンさんに何かワンポイントアドバイスとかありますか、うん、そうだな、うん、かっこいいロボが見たかったらあのスーパーロボットのジャンルをあの見た方がいいかな。おお、おすすめのアニメ。そうですね、日本のおうちの勉強っていうかリファレンス写真があれば、うん、そうですね、検索すればねいくらでも写真は出てくるし、うん、でこういうあのロボットのアニメ見たらちゃんとその動いてるシーンが見えるし、うん、どういう風に作られてるかもっと考えやすくなるから。日本の建築は屋根はあの瓦だけじゃなくて銅板を重ねて重ねて、神社とかそうなんですけどそういう屋根もあるんですよ。あ、最近じゃそれがチタンに変わってるんですよ。おお、そんな強そうな、うん、いろいろロボットアニメとか見ながらいろんなデザインを作ってください。ぜひディスコードにログインして何かアドバイス欲しかったらディスコードアドバイスっていう部屋がありますのでそこに投稿して他のユーザーからもアドバイスもらえるし、こういう風に動画にもなれるかもしれない。じゃあありがとうございます。お達者で。